今回の旅は川崎駅で南武線に乗るところから始まります。今回の出演者ですね、上戸駅で乗り換えです。スイカも持ってるんですけど、基本的に切符で電車に乗ります。切符出てきましたね。で、彼は切符をよくなくすので私が管理します。本厚木駅に到着です。なんと本厚木駅は住みたい街ランキング1位になったそうです。海鮮そば丸さん、そば九さん、行きましょう。さあ、今から食事を取りますね。こちらはお蕎麦屋さんになります。さあ、ランチのセット、まあお得ですよね。お、これはざるそばお刺身セットになります。ではいただきましょう。まずはサラダから。健康が大事ですからね。まず緑葉緑野菜、こちらを取りましょう。そしてこのそばがね、まだ食べてないですけど、どういうお味なんでしょうか。二人黙々と食べております。サラダサラダサラダ。さあ、これからマナズル厚木箱根湯本と旅行に行ってきまして、日頃の日々の疲れの温泉に向かいます。全然そばを食べませんね、まだね。この周辺のお店、なかなかいろいろなお店ありまして、時間が2時過ぎてましたので、なかなかお店開いてるお店がなく、歩いて行ったらこのなかなかいいお店を探せいたしました。そして珍しく昼間からビールを飲みました。さあ、そばに入ります。ではいただいてみましょう。さあ、そば入ります。おっ、これはうまい。コシがあってツルツルの麺でした。つかさ、どん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 と、これは箸が止まりません。この舌触りのいいそばの、おいしいおそばをいただきます。
はい、今回宿泊する近くまで寄ってまいりました。こちら七沢温泉郷ですね。江戸時代より開業し、幕末までに福本館など、約3カ所こちらが開設されたそうです。明治10年から新しく旅人旅館免許こちらを所得し、中屋旅館なども登録されたそうです。しかしですね、こちらの施設都内から約1時間、こんな近場でこういう山々、紅葉の施設なんかでもいいんじゃないかと、日頃のストレスから解放され、こういうたまにはのんびりとするのもいいんじゃないかと思います。ついに宿に到着です。風情があっていいですね。実は今年の3月にも宿泊したんですが、とても良かったのでまた来てしまいました。白人の感じの入り口ですね。じゃあ入っていきましょう。今回泊まるのは旅館福松さんです。福松さん、福松さんは山々に囲まれた築40年の昭和の温泉宿。はい、行きましょう。お邪魔します。さあチェックインです。貸切風呂も予約します。部屋はこんな感じ。あれ、この間と、どう？景色の方は。こういう感じです。あ、山が見えますね。この間の前回の部屋だった。皆さんいらっしゃいますね。なるほど。ゆっくりします。はい。洗面所もあるし、前回はあのトイレない方の部屋泊まったからね。あるよ。これから貸切露天風呂へ向かいます。前回来た時は女湯でしたが、今回は貸切風呂。こんな広いお風呂が貸切なんて贅沢です。前回来た時に女湯だったのか、洗い場もう一個こんな感じです。さて、日頃の疲れを癒すとしましょう。さて、来週のポンチャンネルは